皆さんこんばんは、MK です。今回もロブロックスというゲームで遊んでいきたいと思います。どうやら後ろに見えている大きな火山があと少しで大噴火してしまうみたいです。急いで逃げないと危ないですので、なんとか早めに脱出していきましょう。夏休みの宿題とか早めにやっておけばいいのに、いつもギリギリになっちゃうよねという方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで早速やっていきましょう。あなたは誰なんでしょうか。ザ・ボルケーノ・ハズ・プット・ラバー・オール・オーバーなんて書いてあったマイホーム。あ、なるほど、あなたのお家が焼けちゃうと。まあお家は焼けちゃってもいいですけど、あなた逃げないと危ないですよ。危ないな。そしていきなり回転する足場でちょっと難易度が高かったんですけど、頑張って進んでいきましょう。もしかしてちょっとむずいか、ここのアスレチック。できればノーミスで抜けていきたいですね。そして地面の溶岩とこの濃い色の木がちょっと分かりづらいな。地面をちゃんと、見ながら進んでいきましょう。今正直危なかったぞ。今回もね、ノーミス意識していければと思います。これは、あ、なるほど、揺れてんのか。揺れてるからタイミングよくジャンプしないとそっちまで届かないと、しっかり横を見ながらジャンプしていきましょう。どういう状況これ、なんで揺れてんの。風が強い日なんでしょうか。危ないよ。いや風が強いにしちゃあの煙真上に行ってますけどねちょっと設定がよくわかりませんが、ガンガン進んでいきましょう。あなたはザ・ラバハズ・ノックドダウン・オールマイ・ビューティフル・ツリーズ。あー、なるほど、この美しい木も溶岩に飲まれてしまうと。その前にとりあえずこの一束私は逃げましょう。木はもうしょうがないですよ。今から移動するわけにもいきませんからね。そしてこの回転する足場結構シビアですね。おっと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 、大きくジャンプしてそっち側に行きましょう。OK。 これどれぐらい長いんだろう、正直分かってないんですけど。っていうかなんか火山から離れている気がしないんだが、もうちょっと離れた場所に脱出していきたいんですけど、一本道なのでしょうがないですね。はい、そしたらこの上にも登りまして、おっ、なんだなんだ、違う場所が見えてきました。あら今のは油断した。マジか。もうちょっとしっかり見ておけばよかったですね。奥のなんか雪っぽいところしか見えておりませんでした。そして何このガード。え?無敵状態ってことを切れちゃった。よくわかりませんが。はい、そしたら次、ここね、結構ギリジャンですので気をつけていきましょう。今踏んだ?正直踏んでないような気がするぞ。待って、これさ、この無敵時間が切れる前にあそこに行けば無敵のまま突っ走れるかもしれませんね。はい、じゃあ急いで向かっていきましょう。間に合わないかじゃあ自分の実力でやっていきましょう。落ち着け。待てよ、ここでジャンプ。オッケー。そしたらここも当たらないようにジャンプしていきましょう。これ木の上に溶岩垂れてたらさ、この木燃えちゃうと思うんですけど、そのあたりはどうなってるんでしょうか。はい、そしたらオッケー、なんとか抜けることができました。ここはザ・ラバハズントレイクドクリスタルパーク。あ、クリスタルパークっていう場所なんでしょうか。まあでもここも溶岩に飲み込まれてしまうという話なんだと思います。届く?え、届かなくね。ジャンプ。うわっと、ぷぷ、届かた、ど凍ってる届かなくないか今の。ちょっと待った、ちょっと待った、右側か。結構ギリギリな判定なんですね。はい、ジャンプしてこっち、おいっと、オッケーオッケーオッケー。でこっちにジャンプして、どっち近い、左かな。はい、左にジャンプして、今度は右か。オッケー。おっと、ギリギリ設計すぎないか。はい、そしてここから大ジャンプ。オッケー。なんとか雪の結晶エリアは抜けました。そしたら今度は、うわ、道細っ、氷の上を歩いていきましょう。別に滑るわけではないんでしょうけども、しっかりやらないと足場が狭いので危ないですよ。オッケー。はい、そしたら、おっと、え、炎が。 I used my magic。あ、なるほど、マジックね。マジックで、このフレームがあるところを表示してくれてるとありがとう。それはめちゃくちゃ助かる。じゃあ炎のところをしっかり見ながらジャンプしていきましょう。これさ、炎は当たっちゃってもいいのか。まあ、あの、魔法使いが使ったマジックなんでしょうから、当たってもいいという判定なんでしょう。オッケー。うわ、回転か。回転系の足場はあんまり得意じゃないですけど、しっかり見ながらジャンプしていきましょう。オッケー。そしたらそっちに行く前に間に合え。素晴らしい。いいぞいいぞ。今日うまくない?まあ、2回ぐらいミスってますけども、今はこっからミスらなければいいでしょう。オッケー。はい、そして次は、おっと、
ジャングルエリアでしょうか。いきなり雰囲気が変わりましたけども、 Oh no, Sunny Oasis is all dried up。 あ、なるほど、せっかくのオアシスが乾いちゃったと。これも火山の影響なんでしょうか。まあでもしょうがないよ、もう火山がね、噴火直あら火山が噴火直前ですので、 MK さんとあなただけでも逃げましょう。あなたなんで突っ立ってんの、早く逃げた方がいいですよ。そしたら木の上に乗っかって、うわこれ結構シビアだぞ。はい、木の上にしっかり乗りながら進んでいきます。うわ何これ、どういう原理、葉っぱだけくるくる回転してますけども、この上にしっかり乗っかって、うわむず、ちょっと待てよ、その細いところに乗らないといけないのがなかなかシビアなんですね。オッケー、はい、そしたらうわ動いてる、ちょっと待てよ、タイミングをちゃんと見ていかないとあっちにジャンプが届かないと思います。素晴らしい。いやこれさっきからさ、この地面の色と足場の色が近くて見づらいんですよね。全部この緑色の足場だと嬉しいんですけど、そういうわけにもいかないんでしょうか。はい、待て待て待て、タイミングをしっかり見てジャンプしていく、素晴らしい。はい、そしたら今度は、おっとこれは岩か、岩のところちょっと狭いですので落ちないように気をつけていきましょう。 OK、 いいぞいいぞいいぞ。そして今 MK さんさ、起きて5分ぐらいで実況撮ってるんで、若干声が聞き取りづらいかもしれませんが、そこのところはご了承ください。 OK、 いやでも起きて5分でさ、このテンションで実況撮れんのすごくない、もう慣れこれは慣れ。うわ見づら、何これ、え、こっち、あーこっちはいけないか、真っ暗な地面がめちゃくちゃ見づらい、うわわ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 、こんな見づらいことある。そしてここどこ、え、お城、なんかイビルなんとかって言っていたので、多分悪魔の城なんだと思います。確かによく見ると白っぽい感じにはなっていますね。足場から落ちないように気をつけていきましょう。 MK さんは別に悪魔の城に来たいわけじゃなくて、あの火山から離れたいだけなんですけども、なんか近づいてってないか、え、大丈夫、ちょ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 、あと少しで噴火する火山に近づこうとする人はいませんよ。え、でも一本道しかないからさ、しょうがないんだな。これ手裏剣か、手裏剣の上をジャンプして進んでいきます。オッケーなんでこんなところに手裏剣があるのかはいまいちわかりませんけども、はい、ここ大きくジャンプして。手裏剣ってやったことある？ MK さんはない折り紙ぐらいでしかやったこと、あばば、あー、うっそ今のはちょっと雑談に夢中になってしまいました。手裏剣やってみたいな、本物。いやでも危ねえか、危ないよね、鉄だよね手裏剣って。いや昔の人はなんであれで攻撃しようと思ったんだろう、すご確かにでも危ないよね、当たるとめっちゃ血出そう。はい、そしたら落ち着け、ジャンプしてしっかり手裏剣の回転を見ながら進んでいきましょう。はい、ここもジャンプして OK、 いいぞ。うわ炎が燃えてる、これ当たるとまずいかな、ちょっと試したいな。怖いもの見たさの MK さんは入ってみたい、おー大丈夫なんだ、どういう原理、おーすごい、すごくないスーパー MK さん、ぜひスクショタイム、はいぜひスーパー MK さんスクショ撮っていってください。まあそれはいいとして進んでいきましょう。もうそろそろゴールじゃないかと思ってるんですけども、はい、この細い足場を抜けていきまして、火山近くね、絶対スタート位置の方が遠かったと思うんですけど、はい、そしたらジャンプジャンプで、おゴールが近づいてきました。最後の最後でミスらないようにしましょう。うわ待てよ、これめっちゃむずそう。落ち着け落ち着け落ち着け、回ってる、これね、わかる、回ってんだよこれ、足場見てもらえるとわかると思うんですけど、最後の最後でちょっとむずいです。落ち着け、こう来て、お、回ってる回ってるよ、回ってるから連続ジャンプで抜けていく、素晴らしい。そしたら、おゴールかな、終わった、待てよ、急になんか降ってくるとかそういうのはやめてくださいね。オッケーはい、コングラチュレーションズ、なんとかゴールすることができました。そしたらせっかくだからさ、このスピードパッドとかジャンプパッドで遊んでいきましょうか。ほらー、おーちょっとそのステージ外見たくない、おーおー、すげー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 なんか、あ、もしかして火山登れる、ちょっと行ってみようよ、この火山ジャンプして、あ、登れるっぽい、待て待て待て、おお、火山の近くまでやってきました。わわ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 わ、煙で何も見えないけど、ちょっと中突っ込んでみようか。ほら、中に入ってみましょう。あれ、どうなってる、あらあ、ここ地続きになってる。どこどこどこ、ここ
どこここ、あだだ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 よくわかりませんけど、この火山実は安全だったということなんでしょうか。全然当たってもやられていませんし、もしかしたら噴火しても大丈夫な火山なのかもしれませんね。はい、ということで、じゃあ最後は火山の頂点で終わりましょう。ここかな。はい、じゃあこの一番高いところで終わりたいと思います。よーし、じゃあ今後もロブロックス頑張っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。